エバタです。お腹空いてます。で、今日はね、どんな風に撮るか、まだ何も考えてないです。とりあえず行き当たりばったり、まあそれで撮影して、まあできたらいい。まあできないから出さなきゃいいだけだから。まあそんなスタートです。でいいでしょ。ラーメンの麺、もやし、椎茸。あと中華スープ、あと豚肉があったんだ。買って昨日作った煮卵もある。でね、今日豚肉買ってきたんですよ。お買い得品。相変わらず安いの買わない俺は。一番安いの買ってきましたよ。再生回数の目標。10回ってことね。10回ぐらいでいいんじゃないかな。よし、今日はね、三脚用意しました。正面を用意しろって感じなんだ。いいです。これだけで。これだけでもちょっと違うはずだから。いや、もう手で持ってないと楽だな。とりあえずね、麺をね、茹でます。うん、まずはそれから。もう数日前から、ちゃんぽん作ったんですけど、ね、鍋だけでできるんですよ、うん、もう具材を炒めてそこにスープ入れて、でそれで麺を入れて、で茹でてできたら終わり。それを移して食べるだけだから、普通のラーメンにそれができないかなと思ったんですよ。だからそれをね、今日やってみるんです、うん、まあどうせ腹減ってるから食べちゃうことだと思うんですけど、まあ、うまいかまずいか、まあ、まずくはないと思うんだけど、ただこの麺あるでしょ、このラーメンの麺。でこれはね、茹でてる時にね、白いお湯がいっぱい出て、こっからね、でそのままねやるとね、違う味になっちゃうんですよ。だからこれはこれで先に茹でておいて、で水で洗ってもいい、まあ冷えてもいいわけですよ。だそれでこの麺をクリアで茹でた状態にしてから、ちゃんぽんのように作ったらどうなのかってことを私は今日やりたいわけなんですよ。お湯の量はまだ水だけど、あ、こんなもんで、これはとにかく麺を茹でるだけです。茹でたらこれに入れて、これはこれで取っとく。それでスープをここで、まあこのフライパンを使って作る、うん、でそこでまあ最初に具材を炒める、うん、それでスープを入れて味をなじませるっていうか、まあ普通のスープを作ります。そこに麺を投入して、ちゃんぽんのように作ったらどうなのか、それを今日ねちょっとやりたいんですよ。今日はまあ練習行こうと思ったんですけど、もうちょっと昨日からね、フルスクワットちょっと やりだしたんですよ。またしたらもう筋肉痛がすごくて、まあ今日胸やるんだけど、まあ、胸のやり方もねちょっといろいろね研究してこうやろうってのがあったんで、まあ今日はとりあえずもう練習休みにしよう。あとね、昨日入れて美味しかったちゃんぽん入れて美味しかった椎茸、多分ね普通のラーメンに入れても美味しいと思うんですよ。しいたけをね、きっと醤油しいたけラーメンにします。これと豚肉、あともやし、で野菜はね、昨日残ったやつ、うん、で本当はまあ買った野菜とか買ってこようと思ったんだけど、まあ、とりあえずこれでもできるのかって感じで、ちょっとお試しですね。いつものつけ麺じゃなく、今日はラーメンにします。一つの器に盛り付けた。
円スープの量はね、こんなもんでしょ。常妙スーパーで売ってる、これが美味しい中華スープ。まあ途中で味見して薄ければ足したらいいだけの話ですから。今食べた後、まあ食べてから気がついたんだけど、まあ、少し濃かったんですよ。だからちょっとね、薄めに最初した方がいいと思いますよ、うん。だからスープ取ったら半分ぐらい残しちゃいましたね。もったいないけど。あとでまたどうせ茹でるから、そこまで真剣に柔らかくしなくてもいいんですよ。だが、ちょっとね、ふやけた感じのがね、自分好きなんです。博多ラーメン、まあ、あれだとまあバリカタとか美味しいけど、うん、まあ、こう普通のラーメン系は、うん、ちょっと柔らかいのが。こんなもんでいい。これはこれで置いておきます。これで具材を炒めます。ちょっと炙られてもいいと。炒めましょう。少し時間をかけて。茹でるんじゃなくてやったら、ね、これだったら肉をちゃんと焼きたいし、また椎茸にもね、まあ焦げ目っていうか、なんか焼いた美味しさをつけたいから。ラーメンに椎茸、椎茸ラーメンとかでも調べるとわかるけど、これはこれでね、ラーメンにとても合う具材らしいんですよ。で、私が知ったのは長坂シャンポン、まあ、椎茸入れてんの、そういうのを動画で見たんですよ。で、醤油はどうなのかと思ったら、醤油でもやってるお店があるんですよ。で、それはそれでね、なんか評判になって、これ美味しいよってなってるらしいんですよね。テレビで取材されたり、うん、まあ、そこまでできるかどうかわからないんですけどね。で、とりあえずそれをやってみます。うん、こんな感じで。おそらくまあ、塩コショウとかそういうのはしてないです、うん、あのラーメンのスープで味がつきますから。これで少し温まったら、さっきのこの麺をここに入れて、もう完璧に沸騰させて、それで完成です。麺入りました。もうごっちゃ混ぜ麺ですね。おそらく美味しいと思う。シビタクのエキスがね、今出てるとこですよ。それと中華スープが合わさって、あとまあ今回豚肉も入ってるからね、ちゃんと。おそらくすごく美味しくなるはずだと思います。
さあどうなるか。かき混ぜてます。すごいいい匂いですよ。ここに煮卵、あとネギ、やはり思った通り、これはうまい。スープの方にもちょうどいい。